武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は東洋大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが時間60分で全問マークシート方式となっております。で大問数がかなり多めで、少ない時5個ぐらいなんですが、多い時は10個ぐらい出るような形もあります。ただ大問数が多くても設問数が大きく変わるわけではありません。で問題の構成の特徴としては出やすい範囲は理論と勇気が割と多めに出ることが多い形ですが、ただ大問数が多い以上割とまんべんなく出るというふうに考えておいた方がいいでしょう。レベル的には基礎的な問題が中心なので日大レベルの参考書、まあセミナーだったりとか、あとはそのリードライトノートだったりですね、ああいった参考書の基礎の部分をしっかり仕上げていく、って形で完成度を上げていくのが非常にいいかなというふうに思います。で大音数が多く広い範囲が出るということは苦手分野があるとそこを、取りこぼす可能性が高いという形なので、まずその前半にちゃんと終わらせる、で体系的に、ちゃんと、科学の全体像をつかむということですね、この部分を意識してやること、要は走り切ることですね。細かい範囲を、狭いところだけ細かくやるみたいな形じゃなくて全部を一回押さえるという形で学習を心がけていくといいかなというふうに思います。でまあ、計算問題なども当然出ますので、ケアレスミスなども、しないように、しっかりちゃんと回答を完答できるように、心がけておきましょう。以上が科学の勉強となります。逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし、ぜひ皆さん見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでみてください。